愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ。今週もね、早速 Google フォームにいただいた質問相談にまず一つ答えていこうと思います。今週は宮城県にお住まいのラジオネームぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。で、今回もちょっとギュッと要約させてもらおうと思うんですが、中3の方で今学校にちょっと行けてない方なんですが、通信制高校に進学を考えておりますと。ただ、やっぱみんなが、行ってるっていう、普通にね受験をして行ってる中で通信制を選んだっていうことが逃げてることなんじゃないかっていう自問自答に悩んでる方だから、そこに意見を聞かせてほしいということでございました。まずね、ぼっちさん質問ありがとうございます。で、これはすごく自分の中でははっきりしているところで、逃げなんかじゃないと思っております。というか、一般的な高校、普通に受験をしていく高校も通信制高校って選ぶのもただの選択肢だし、でどっちに一歩踏み出したとしても同じ価値のある一歩だから、逃げなんてみじんもないじゃん。というか、きっかけはね、例えば通信制高校にしようかなっていう選択肢が出てきたきっかけは、もしかしたら何かから避けたかった、何かから逃げたかったっていうことかもしれない。でもそれはただのきっかけでしかない。でもあって、その選択肢が出てきて選んで、ここに行こう、この場所に行こうって一歩踏み出した、決断したのはすごい素晴らしいことじゃない、素敵なことだと自分は思いますので、是非ねご自身そんな卑下せずに、胸を張って高校受験を、その通信制高校の試験を受けてもらえたらなと思います。詳しいことね、いっぱい書いてくださったんですよ。今のその症状とかね、状況を書いてくださってて、だから余計に思う、絶対そこに行った方がいい。そこに行って、自分が勉強大好きだってねおっしゃる方だから、自分がのびのびと自分がやりたいようなペースで勉強して自分を高めていってください。それが後々、数年後、何年かかるかわからないけど、振り返った時にあそこに行ってよかったって余計に胸を張れると思いますので、ぜひぼっちさん頑張ってください。応援しております。はい、ということで今週もねたくさんいただきましてありがとうございました。では、今週の本題はですね、14年ぶりの再会ということで、タイムリーな話題です。私の中で非常にタイムリーな話題というのが、今撮影しているのが14日土曜日、前日のねのちょっと深夜に撮っているんですが、今日夜にある方とズーム飲み会があったんです。私ちょっとね仕事があったんで飲んでは、早慶見ちゃ飲んでましたけど、誰かっていうと、大学の時の同じクラスの、クラスメートなんですが、今日そのズーム飲み会があるんだけど来ないって言ってくれて、そうでその子ももともと大学の時仲良かった子なんだけど、なんかのテレビ出た時に連絡をくれたのね。俺自分から連絡できない人でだから連絡先向こうが持っててくれたから連絡くれて、そこからたまにね、なんかテレビ見たよとか東大を見たよみたいなこう言ってくれててさ、連絡取ってたんだけど、で今日誘ってくれたのでさ、こう誰々が来るよみたいな、来るかもみたいな言ってて、俺大学のクラスメート卒業してから会ってないんですよ。自分教師やってないし、みんな教師やってるからね。で今日来てくれたのも7人ぐらいいたのかな。みんな教師、現役の先生なんだけどやってて、縁がなかったからさ、だから余計にこう懐かしかったし、行きたいと思って時間取って、30分しか行けなかったんだけど参加させてもらってね、いろいろ話してきたのですごい感情が溢れちゃって、そこでで今ダラダラジオちょうどね撮影するから喋りたいなって、みんなあんま興味ないかもしれんけど、ちょっと大学の時の話をしてもいいですか。で、今日思った感想としては、ただただ嬉しかったっていうのが一番にきます。というのも、本当に、大学は楽しかったんですよ。非常に楽しくて、でクラスメートにもすごく恵まれていて、素敵な方が本当多かったから。だけどさ、その高校の時、中学の時かの、いじめがきっかけで、やっぱりちょっと人間をあんま信じれないというか、一歩踏み出せない自分がすごくいて、一緒に遊んでるんだけど、なんていうか本音を出しきれないというか、どっか一歩ちょっと線を引いてる自分がいて、でそんな自分が嫌で、だからなんつうのかな、こう話してても自分が話すとこうみんなが噛み合ってた歯車に変な歯車が1個入っちゃって嫌な思いさせてるのかなとかっていうのはすごく考えちゃう。で、考えちゃうと、じゃあ俺ってそこにいない方がいいよなとか思っちゃったりするようなめんどくさいことをいろいろ考えてたのね。で、まあ、大学卒業してたみんなを教員採用試験を受けて教師になってて、で俺は塾講師じゃねえや、営業マンやってとか社会出てったわけで、一般企業入ってったんだけど、 YouTube 始めた時もまあね、2012年めちゃめちゃ叩かれてた時期だったし、その後に数年経って講演会とか呼ばれてもさ、やっぱり学校の先生にすごいこう敵対されてんだなとかさ、異質なものを見る目で見られるっていうのが多かったから、だからこうふとね、その先生やってるうちの同級生の子たち、にもう同じように感じられちゃうのかなって、嫌だなって思っていて、でまあ過ごしてたわけよ、そんなことがあって。で、まあ、今日実はそう、今日再開する前に2年前だったかな、 Google のねあるイベントで、あと教育のイベントだ、大きい東京の教育のイベントで Google がブースを出すっていう、でそこに登壇させてもらったの。 Google のところで話をさせてもらって喋ってた時のお客さんにね、ほんとたまたまなんだけど、その大学の時の同じクラスの方が、神奈川の高校で ICT の主任かなんかをしてるんで聞きに来てたのよ。でたまたま自分がいて、終わった後に声かけてくれて、うおみたいなだからその時も12年ぶりだよね。そうで話して、まあ、懐かしい話に花を咲かせながらね過ごしたんだけど、その子以来なのよ。その子以外は本当に会ってなくて、で14年ぶりにつないだんだよね。でさ、やっぱりその今日来てくれたメンツっていうのはやっぱり教育を楽しんでる人たちだと思ってて、これ俺の持論なんだけど、学校の先生ってすごい若々しい人っておらん？みんなの先生とか、まあもうね成人されてる方だったら過去の先生を思い出してほしいんですけど、年齢よりも若い方と逆もいて、年齢よりも老けてる方ってもいらっしゃると思っている。でも年齢よりも若いというか、まあ、エネルギッシュな方、その見た目だけじゃなくてエネルギッシュっていうところも含めてね、っていうのは教育を楽しんでる方に多いと思っているの、自分は。これはまあ持論だから、まあ、異論は認めますでもそう思っていて、で今日来てくれたメンバーは本当に子どものことが好きで教育を楽しんでるっていうのが、まあ、分かんない、普段のね仕事はもちろんいっぱい大変なことはあるんだろうけど、それがやっぱり大学の時からそれは感じてたから、ね、この人たちが先生になったらめちゃめちゃ素敵だろうなって思ってた人たちだからさ、もうつないだ瞬間にさ、みんな変わってねえよ。14年だよ、10年。下手したらみんな14歳の子いるでしょ、これ聞いてる子みんなが生まれた時からだぜ。それだけ時間が経っててもう変わってないほんと大学の時のあのクラスの中のノリがそのまま残っている感じで、いろいろ話を聞いてたら、俺は知らない、みんなはさたまにこう会ったりとか、まあ、研修が一緒だったりする方もいるから、数年前の和歌山でさみたいな話があったんだけど、でも自分は全然分からない、近況知らないから、えもう子供4人いるんかいみたいなとかねとかいろいろあったりして、でもなんかね、数年前なんで知ってくれたかっていうと、そのうちの一人のメンバーの方が同級生が何かで自分を知ってくれて、でやっぱその先生としてのつながり仲いいから、グループLINEか分かんないけど、そこでこう共有してくれて、そこから自分が出演する、ね、これ出るらしいぜみたいなのを全部共有してくれてたんだって。そう出るたびに喜んでくれてて、でまあ小学校の先生が多いからさ、まあ、メインはね。そうで一人だけ中学の先生がいたんだけど、うちの生徒で遺体を使ってるやつ普通にいるよとかさ。そうだから小学校とかでもこのとある男がで勉強してるんだって言われるから、これ先生の友達だからって言って信じてもらえないんだけどとかね、なんかそういう風に言ってくれてんだって。それがさめちゃくちゃ嬉しかったのよ。いや多分ね不安だったのよね俺。あいつあんなことやってるらしいぜって言われてんじゃねえかなって。失礼な話よ、そんなこと言う人たちじゃないし、いや分かってんだけど、でもやっぱいろんな先生の声を多分聞きすぎたんだろうね、この10年で。でそういうふうに思われちゃう可能性は普通にあるじゃんあるじゃんとか言ってあるからさ、だからどこかすごい不安だったんよ。でも普通に楽しそうにこう話してくれてさ、あの時こうだったよねとかねいくら稼いでんのとかねそれがすごく嬉しくて、なんか自分の中で一個心の曇りが晴れるというか、やってきてよかったなってで自分実は今学校の先生といろんな、まあ、今コロナがひどくなっちゃったからさ、まだ難しいんだけど、絶対にねコロナが落ち着いてきて俺が学校に訪問できるようになったら、学校の先生とイベントというか何かをする。例えば学校の先生の授業を普通にこう見学させてもらって先生と対談したりとか、そういうのをね絶対やるの俺。それはもう決めてるの、絶対やるから。でその時にもしかしたらいつか同級生の子、とその学校っていう場所で再会できて話ができたらなっていうのは、実は数年前から夢を持ってて、それのでも口に出せなかったのはそもそも好意的に思われてなかったらどうしようっていうのがあって出せなくて、そうごめんね、いつも口に出せって言ってんだけどさ、自信がなくてそこに関しては。でも今日改めてそういう風に言ってくれてたから、なんかここで言おうと思って、そう自分は、まあ、その学校の先生、その同級生だけじゃなくて学校の先生と何かをやる、それ動画かもしれないしイベントかもしれない、わからないけどっていうのがまず1個。そしていつか同級生の子に呼んでもらって何か一緒にするっていうのを夢です。そして叶えます、これは、っていうラジオでしたなんのこっちゃっつってね。でも、まあ、ここでちょっとなんかうまくまとめきれるかわからないけど、みんなに伝えたいのはやっぱり過去に思ってた不安とかっていうのは、不安とかさ、当時の自分、まあ、みんなもさ、なんかさっき話した自分がいることによって自分はいない方がいいんじゃねえかとか、自己肯定感がなかなか高くならなくてこう自分を否定してしまう人とかいると思うよね。で俺も今もそうよ。今もそうよくやる、それに関しては。だけどその思いってずっとそうなるわけじゃなくて、まあ時間はかかるかもしれないけれども、その時の状況を違う視点で見ることができる日がやっぱり来ると思うんだよね。実際来てるから俺が。だから今もしかしたら自分に対してすごいねネガティブなことをうわーって言い続けてる人、きっとこれが一生続いちゃうんだろうななんて思ってる人がいたら、そんなことはないんだよね。そうすることもできるよ、もちろん。でもね、やっぱり人は変われるよ。変われると思ってる。他人を変えるのは非常に難しいけどね。難しいけど自分を変えることっていうのは、変えるものによるけど、でもそんなに難しいことではない、不可能ではないっていうのはやっぱ改めて言っておきたい。きっとね俺が中2の時、一番悩んだの中2なんだけど、中2の時の俺が聞いてもきっとこれはね、そうだよねとは思えない。きっと何言ってんだよお前成功してるだろうがってね、車に構えると思うんだけれども、どこか何かのタイミングで、ああそうか、ああいうこと言ってたなって、ちょっと頑張ってみようかなって思うきっかけになったらいいなと思って喋らせていただきました。ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、是非そちらの方も聞いてみてください。で今週というか、まあ今週、来週は、テレビにちょっと出る予定です。情報オープンがしていいのかまだはっきりしてないんでまだ言えないんですけれども、もしかしたらこの撮ってからラジオを投稿するまでに OK だったらね、なんか概要欄かみんなの見てる画面には書いてあるかもしれないんだけど、もしねそちら見れる方がいたら是非見てみてください。では今週もありがとうございました。また明日からね1週間頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。